流氷グリーンランド東岸沖で見られる北極海の流氷日本の北海道北東岸にあるアバシリ沖で見られるオホーツク海の流氷流氷の衛星画像東シベリア海に浮かぶウランゲリ島とシベリア本土に押し寄せる北極海の流氷地球観測衛星のモーディス衛星画像2001年6月5日撮影北海道の北東岸にあるサロマ湖近くまで南下してきた 流氷地球観測衛星テラのモーディス衛星画像2009年2月20日撮影流氷とは水面を漂流する氷のこと定着氷以外のものを指し海水が凍って生じた海氷のほか氷山や川の水が凍って生じた河川氷も含まれる北極海や南氷洋などのほか日本近海ではオホーツク海で見られる北風によって海岸に打ち上げられた流氷が 重なり合って、小さな丘のような形を作ることがある。これを氷球といい、氷球が水辺に、あたかも山脈のごとく、高さ数メートル、長さは長い時には1キロメートル以上にもわたって、作り出されたものを流氷山脈という。日本では、北海道の北東に位置するオホーツク海の流氷が有名である。北海道立オホーツク流氷科学センターによると、 オホーツク海北岸付近で寒風により、海水が凍っては流されを繰り返し、東からふと海流に乗って北海道へ南下してくる。オホーツク海は北半球における流氷の南限である。北海道沿岸から流氷が確認できた、そのシーズンの最初の日を流氷初日という。日本での流氷初日は、平年では北海道のオホーツク海沿岸で1月中旬から、 下旬頃であり、その後1月下旬から2月上旬頃にかけて、接眼する。接眼した初日を、流氷接眼初日という。その前に、海上自衛隊八戸航空基地に所属する、哨戒機が空中から流氷を発見、観測し、報道されるのが1960年から恒例となっている。風向きによって流氷はさらに南下を続け、 太平洋側に位置する串路市に接岸することもある。春が近づき、沿岸から見渡せる海域に占める流氷の割合が5割以下となり、かつ、船舶の航行が可能になると、海明けが宣言される。また、沿岸から最後に流氷が見られた日を、流氷終日という。オホーツク海のアザラシの中には、天敵の少ない流氷の上で子育てをする者も,もいる。オジロワシなどの鳥類、 北キ,キツネなども流氷に乗って、シベリアから北海道東部までやってくる。流氷には植物プランクトンが付着している。春になると植物プランクトンは一気に増殖し、これを餌に動物性プランクトンも増えをホーツク海の魚場を豊かにする。なお、流氷の下には肌カカメガインなどのプランクトンを捕食する生物も多い。 日本人にとって、オホーツク海といえば、北の最果ての地という印象が強い。しかし、例えば、網走市の位置する北緯44度には、モナコやコートダジュールなどの地中海沿岸の温暖な保養地が位置するように、オホーツク海沿岸などの北海道周辺の海域は、世界で最も低度の流氷が見られる場所である。流氷は、日本のオホーツク海沿岸の観光資源ともなっている。 北海道網走市の流氷観光再氷戦はカヌーで流氷をかき分けて対岸を目指すレースで冬の風物詩となっている。ありがとうございます。